今日はですね、まあ、記念すべき日になりましたね。トピックスが引け値は 2349.75 ということで、もちろん引け値で、今年の最高値ではありますが、ザラバーの高値は 2353.87 ポイントということで、それまでのザラバの高値、トピックスのザラバの高値はですね、今年の8月1日につけた 2337.91 ポイントですかね。これが今年の今までのトピックスのザラバの最高値だったわけです。この 2337.91 ポイントっていうのに、実は昨日のですね、終わり値、昨日の高値 2336.95 というのは、あと1ポイント弱というところまで昨日迫っていたわけですね。しかし今日は寄り付きが 2328.60 で始まり、高値が 2353.87、 そして引け値が 2349.75 ということで、トピックスはですね、一問新値ではなくて、この2337を大きく上回って2353.87 まで行って、引けにやっぱり雇用統計を睨んで少しこう利食いが入りましたけれども、しかし引け値も 2349.75 ということですから、8月1日の取引時間中の高値であります2337.91を12ポイント近く、まあ、上回って終わったっていうことですので、これでもうトピックスは明確にですね、明確に新しいですね波動になったと、まあ、つまり上昇波動にトピックスは乗ったと見て、大方それほど間違えてはいないと思います。まあ、これは実は日経平均の方がですね、まだ 32,710円ということで、日経平均というのは6月16日と6月19日の金曜日月曜日につけたザラバ高値 33,772円、これがですね日経平均の最高値であります。先単位までやるとですね、6月16日が 33,772円76銭、そして6月19日は 33,772円89銭、13銭だけですね6月19日は高値を更新したんですが、上に抜けずに下に、まあ大幅にぶれて、その日は335円安した。一文新年、ほんのちょっとだけ新年になった時っていうのはですね、こうやって下落するケースが、まあ、多いわけですよね。しかし今日のトピックスはですね、もう一問どころかですね、明確に高値でも大幅に抜けましたし、終わり値でも12ポイント近く上で終わったっていうことですので、これはもう騙しでも何でもなくてですね、明らかに明確にトピックスが今年の、まあ、年初来の高値を更新したということですので、それも非常に重要な経済統計でありますアメリカの8月のですね、まあ、雇用統計がですね、これから発表になるその日の引け値に、しかも金曜日ですね、こんな時にですね、こういう形でトピックスが最高値を更新したと、日経平均がまだまだ高値までに1000円以上もある中でトピックスが更新したということは、ある意味ですね、まあこのところアメリカのハイテク株が下がったりしてた影響で日経平均は届かなかったけれども、日本のですねやっぱり今年の4月以降ですね、上がり始めた、まあバリュー株の相場、まあいわゆる PBR 1倍割れを回避していこうと、あるいはどんどんですね ROE を上がる、 ROE を高めていこうっていう、まあ各企業の努力ですね、こういったものが積み上がってきている、そういったものを背景に今日金融株がですね、また高値を更新していますけれども、まあそういう状態になってきたんじゃないのかなと、それがまあトピックスを押し上げてきたんだろうと思われます。まあトヨタ自動車ももうご存知のように今年の、まあ、生産1020万台という過去最高で、生産台数も販売台数もとにかく月を追うごとにですね、同じ月では過去最高のものを更新して、まあ、動いているということで、非常にですね、まあ、マーケットは強い状況になっているということが言えると思いますね。8月の雇用統計の予測はですね、7月の雇用統計は非農業部門の雇用者数の前月比の増加幅は、7月は18万7千人だったのが8月は17万人ぐらい、そして平均時給はですね、まあ、前月比で 0.4 が 0.3 ぐらいになるのかな、前年同月比では8月も 4.4%、 7月も 4.4% で変わらないのかなと、まあ、こんな風な予想ですから、これよりよほど強い数字が出ない限りですね、それほどまあマーケットには影響ないと思われますが、まあ、いずれにしても先週発表になってジョルツの雇用動態調査ですね、これ7月の求人数が、まあ、950万件ぐらいと思われていたのが882万7000件だった、8
8月30日に発表になった ADB の全米の雇用レポートも非農業部門の8月の雇用者数の前月比増加幅が20万人程度と思われていたものが、まあ、実際は17万7千人だったとか、あるいは GDP の改定値が4、6月期の実質成長率ですね、これが 2.4 だったものが改定値では 2.1 に下方修正されたということで、まあ、どちらかというとアメリカのインフレやアメリカのその経済指標が少し落ち着きを取り戻してきていると。まあもちろん GDP 改定値の中で個人消費が 1.6 だったのが 1.7 に上方修正された面もあって、個人の消費質の意欲の強さっていうのはもちろん伺えるわけですが、一方でですね、サービス消費に向ける支出とですね、に比べるとです、物の消費はちょっと落ちてきているということが言えると思います。ですからこれだけのエビデンスが揃っている中で、今晩の雇用統計がよほど今回の予測を超えたものになってない限り、まあ、例えば失業率がですね 3.5 のままと予想されているのが、これがまたぐっと下がってしまうだとか、平均時給が 4.4 で先月と変わらないと思っているものが 4.6 に上がっただとかですね、雇用者数も17万人と予想してたのがいやいや19万人ですよとかいうことになるとかですね、平均時給の伸びもまあ前月比で 0.3 と予想されているのがいやいや 0.5 ですよとかってことにならない限り、そういうサプライズが起きない限りですね、先週発表になったいろんな経済指標がですね、割とアメリカの景気が落ち着いてきてるっていうのを表す指標であったことを考えるとですね、私はそれほど大きなものにはならないのかなっていうふうに思っています。悪くなりすぎるっていうことがなければいいかなと、まあ多分ないと思うけれども、そっちの方の心配もむしろしておかなきゃいけない。ですから今日のまあこういう時の発表が予想通りか予想よりちょっとむしろ弱いぐらいなようなことになると、いよいよアメリカの利上げはもうないのかなという感じになってくると思う。経済指標なんてどうなるかわからないんでね、落ちていくことも頭に入れながら、そうなってくると、じゃあ金利が上がらないから株が上がるのかっていうことになると、今度は景気が悪くなりすぎる心配をして株が下がるということも十分考えておかなきゃいけない。ですから今日の、まあ、雇用統計が数字があんまり良くなくて金利が上がらないのがいいことだとばっかりも言えないんですね。ですからそういうことも両睨みで考えて今日の雇用統計発表を待ちたいなと。私今日ですね、夜9時からですねライブ配信で雇用統計9時半に発表になりますんで、それもやりますので、まあ、この動画も見ていただいた方はですね、できれば9時からのライブ配信も見ていただければ嬉しいですし、まあそういう意味からすると、日経平均というか、まあ、日本株ですね、トピックスを見ていると、むしろアメリカ離れを始めている、まあ、今年の前半からそうだったんだけど、日本独自の理由でですねアメリカ離れを始めているけれども、むしろですねこれからはそういう中でのですね、日本株優位の展開というのがあり得るんじゃないかと、そういう意味でですね、ぜひとも日本株についてですね、強い、まあ、強気のご意見をですね、持っていただけるといいなと、まあ、そんなふうに思っています。